はいどうも、Pちゃんと申します。皆さんプロスペースやってますでしょうか。ということで今日は何をしていきますかと言いますと、まあちょっとね、この画面だけ見たらまた Pちゃんはシンダルの動画上げるんかって多分思われると思うんですけど、まあね、ちょっと今回はね、起用法がかなり違うので、ぜひね、ちょっと面白いことになるので、まあちょっとね、見ていってくれたら嬉しいなと思います。で、このダルさんを普通に使うのではなく、ちょっとね、面白い使い方を、私教えてもらったので、まずね、その経緯に至った、とこからまず見てもらいましょうか。どうぞ。疲労シンダルが強い、マジで。いいこと聞いた。疲労シンダル、なんで強いんですかそれ。それでも打って勝ってない白輪さん、 1-0 で勝ったとかいう試合あんの。曲がらないツーシームと内野、マジで。ちょっとこの次も俺じゃあダルさん使っていい。はい、ということで、またあの自分の大師匠シロワさんにね、ちょっと教えていただきました。なんかね、昨日の生配信で急にコメントに、シンダルさん疲労マジでおもろいですよって言われたんですよ。で、シンダルの疲労と思って、まずシンダルさんをなぜ疲労で使おうと思ったって思ったんですよ。普通の人だとそのね、シンダルさんをその疲労で使おうなんていう考えにまずならんやないですか。でそれでまずびっくりしたのと、いやいやいや、そんなね、プロが上手いだけで正直ちょっと抑えて、まあ、コールドとかして勝ってんじゃないのって思ったんですよ。でなんか25連勝ダルさんで余裕でできましたって言われたんですよね。で昨日の生配信で3試合試したんですよね。そしたら2勝1敗やったんですよ。でそれ使ってる時にもうね、しょうもなさすぎて、もうマジで腹筋割れるかと思ったんですよ。もうクソしょうもなかったんですよね。でまあそれはね、ちょっと、今からこの後リアタイでその疲労ダルさんを使っていこうかなと思って、で昨日使って思ったのがやっぱ強かったんですよね。だけんまあセレダルでもシンダルでもないと、今は疲労ダルと、ヒロダルが強えんだよっていうのを、昨日のね生配信の最後でなんか思っちゃったんですよね。まあでも一概にね、このヒロダルさんが強いってわけじゃないので、そこだけはちょっとね、ご理解をお願いします。まあね、ネタとしてというか、遊びで使う分にはね、すごく面白いよっていうのをね、昨日思ったので、ちょっとね皆さんにも紹介したいなと思って、おります。ということでね、もう早速ランク戦に行ってみましょう。はい、ということで、まあね、見てもらって分かる通り、ダルさんしかスタミナを使っておりません。でこのままもスタートします。でね、配球とか、こういうのが強いんですよっていうのはちょっとね、投げながら、見てもらいたいなと思います。でね、この前まで6割8分やったんですけど、昨日の生配信ちょっとふざけすぎて、5割6分まで落ちました。まあね、また生配信で打率を戻そうかなと思います。はい、ということでマッチングしました。このダルさんね、マジでびっくりするほど刺さります。はい、でも刺さる人と刺さらない人がいて、やっぱ刺さる人はこの新ダルさんのツーシームの動きの変化量とか、スプリットの変化量を把握してる人だけに刺さります。把握してなくて球速感で打ってくる人には刺さんないです。ちょっとねそれだけ、踏まえてください。まあバッティングはね、ちょっとまあ今もね打率落ちかかってるので、ここは動画にするか分かんないんですけど、まあとりあえずね、そのシンダルさん、ヒロダルが、まあ、強いって言っても、まあ、何点かはやっぱ取ってあげとった方がいいので、まあちょうど先行も取れてるんでね、まあ4点ぐらい取ってあげましょうかね。なんか程よくコールドしないぐらい点があれば、まあ余裕で勝てると思います。でちょうど湧いて千賀さんですね。まあ千賀さん VS ヒローダルさんみたいな感じですね。でまあね、ダルさんの説明書きに
コキ使ってくださいって書いてあったじゃないですか。だけもう、死ぬほどコキ使わせてもらってます。でね、それで昨日の生配信の時にすげえ面白いコメントもらったんですよ。いやもうこれ夏の甲子園やんつってまあ確かにまあ、夏の甲子園ぐらい、まあ今ねリアタイでずっとダルさんばっか使ってるので、まあちょっとね今バッティングなんであれなんですけど、ピッチングのとこ見てもらえれば多分面白さ伝わると思うんですよね。で何が面白いかっていうのを、まあまだね本当はねこれ使ってる時に言いたかったんですけど、空振りとかめちゃくちゃ取れます。はい、で空振りが取れるのと内野フライとかがめちゃくちゃ多くなるんですよ。で、昨日QO の方とも戦ったんですよ。ランキング50何位ぐらいの QO さんと戦ったんですよ。でその人に疲労ダルさんで勝てたんですよね。でその人が生配信にその方もねコメントしてくれたんですよ。いや疲労ダルさんはやばいっすっていうコメントをいただいたので、やっぱねプロの言っとることはほぼほぼやっぱ間違いがないんですよ。もうねやっぱりもうね大体なぜこのシンダルをスタミナマックスで使うんじゃなくて疲労で使ってみようと思ったのか、マジ不思議でたまんないですよ。で昨日シロアさんにそれ聞こうと思っとったんですけど忘れとったんですよね自分が。その経緯に至ったのもまあちょっとね知りたいですけどね。普通の人だとまずそんな考えならんやないですか。ちょっとダルさん、ちょっとシンダルさん疲労で使ってみるかとか、そんなもうどういう思考回路でそんなになるんと思って。まあでもね、それちょっとピーちゃん試してみてくださいって言われたけんですね。3試合ぐらい試したんですけど、もう面白すぎて腹引きちぎれるぐらい笑ったんですよ。もう本当に、いや今のリアタイってやっぱ蛇行通ってても変わんないじゃないですか。で空振りもね取れん上に三振なんてほぼほぼないじゃないですか。でもそれができるんですよこのシンダルさんは。で昨日使った時に多分自分2勝1敗って言ったんですけど、その1敗って結局打率があんま高くない人やったんですよね。確か 3割7分ぐらいの人に負けたんかな。でけんもうそういう人には多分通用しないと思うので、変化量があまり把握されてない方には刺さらないと思うので、もうそうなったらもうすぐピッチャー変えてください。中継ぎにもうすぐ中継ぎにスイッチしてあげて、いいかなと思います。まあ、これをね使う人がどのぐらい増えるか分かんないんですけど、まあね実際見てもらった方が分かりやすいと思うので、本当ねもうこれをね昨日生放送で使った時にもう絶対動画にしたいなって思えたぐらいおもろかったし楽しかったし、ちょっとねなんかみんなに見せたかったので一応今ね動画撮ってるんですけど、なんかねこれ増えるとねなんか害悪増すと思うんですよね。だけおすすめは正直しないです。はい、でもこういうリアタイの楽しみ方も一つあるんだなっていう認識でね、見てくれれば幸いです。もうねこれを真似して使うかもう使わないかはねもう皆さんにお任せします。一応こういう、楽しみ方もリアタイはあるよという、認識でねお願いします。ということでここホームラン打ったら終わるか。でもねこのダルさんって結局ここでコールドしちゃってもどうせ次またダルさん投げるので関係ないんですよね。でヒロダルはもう正直5点なんかあれば余裕で足りるので、ごめんなさい終わっちゃいましたね。ちょっともう次の試合いきましょう。でまたこの画面でダルさんに変えてランクって感じですね。はい、マッチングしました。お相手ランカーさんですね。995位の4割2分4厘、これ多分刺さります。はい、 OK、 ちょうど高校ですね。はい、まあお相手シンダルの
スタミナマックス、こっちは、疲労の、シンダル、まあ疲労ダルっすね。で行きます。で右バッターは基本外角低めがおすすめです。はい、こんな感じで打ち取れます。もうね、腹がよじれるぐらい笑ったんですよ昨日、おもろすぎて。でこれ変化量把握してる人はマジで刺さります。でこの人は多分というかもうシンダル使ってるので、もう変化量は間違いなく把握されてるんですよね。なのでまあまあまあ刺さるかなと思います。で左バッターがねちょっと未だにどこに投げたらいいかが難しいんですけど、まあ基本左バッターも内角攻めでたまに外角投げてあげるとかがいいかなって思います。で右バッターは基本ない、序盤から離されないようにここはピシャッといきたいですね。なるほど、まあ打ち取れたんで OK としましょう。基本ね左バッターは内角攻めた方がいいって聞いたので、もうがっつり内角攻めていきましょう。はい、簡単に打ち取れます。お相手ランカーさんです。1本しか打たれなかったんですよ正直ね。内角低めのツーシームっていうよりもやっぱ内角真ん中ら辺からのツーシームとかの投げ分けがいいかなと思います。でお相手は、スタミナマックスのシンダルさんですね。皆さんどうですかこのダルさん、やっぱ強いですかね対戦してて。まあ自分はかなり強いと思ってるんですけど、まあねこのダルさんとなんかセレダルさんなんかどっちが強い派みたいなのあるんですけど、正直ねセレダルもシンダルも両方自分強いと思います。なんかそれぞれに強さがあるんですよね。こっちはシンダルはやっぱまっすぐ系を軸に組み立てるピッチャーだと思ってるんですよ。でセレダルは、はい、変化球を軸に組み立てるピッチャーだと思ってるので、まあそこら辺のね、まあ、使い方は全然違うので、まあ、2体持ち自分をおすすめしております。はい、ということですいません1点しか取れませんでした。ということでここゼロに抑えて裏でさよならしましょうかね。これねこうなるんすよこうなっちゃうんすよ。これわかります皆さん、強さが。こんなおもろいリアタイの楽しみ方あったんだと思って。で、はい、レフトフライ。もう余裕です。はい。もうね、コースさえ間違えなければ、で、たまに、この後ちょっと投げようかなって思ってるんですけど、ここに、チェンジアップなんか投げたら、もうね、おもろいんすよ、本当に。で、基本、右バッターは外角低めと。振っちゃうんよ、それ曲がらんのよ。でここでチェンジアップとかいっちゃいましょうかマジで強い。これどうすかマジで、これクソ楽しくないですか。じゃあちょっとね皆さんもね、シンダルさん持ってる人ちょっとぜひこれ試してほしいですね。おもろいですよ、かなり面白いです。なんかリアタイってこんな楽しい方あったんだってマジで再確認しましたね。さあじゃあここも決めちゃいましょうか。はい、勝ちました。まあね、まあホームランだけなんでもうねマジで余裕です。はい、でもこれも遊びで使ってるので通用せんなと思ったらもう中継ぎにすぐスイッチしてあげて、そっから勝負しましょう。だけまあこのヒロダルを先発で使うんやったらやっぱ中継ぎが、まあ、第二の先発みたいな感じで思ってもらえればなと思います。ちょっともう1試合ぐらいだけ行こうかな。はい、ということでマッチングしました。お相手3割4分だけ、こういう3割4分の方に意外と通用しないんですよ。なんなら5割4割がめっちゃ爆刺さりするので、まあね、まあぜひ1回2回試してもらってもいいかなと思ったりせんすけどね。いや、思ったりせんというか、思ったりしたりするんですけどね。
さあまたまた先行もらっちゃいましたね。でここじゃ4点ぐらい、また4点ぐらい取って、まあ、コールドしない程度、まあちょっとコールドできるようやったらコールドしたいんですけど、まあ程よくね、点が取れたらなと思います。はい、しっかり5点取ってきましたということでね、もうこんなのももう十分すぎるぐらい、援護してあげたので、もうね楽しく、爆笑しながら投げていきましょう。はい、ということでまず左バッター、まあ左バッターはさっきも言ったんですけど、まあ中に投げちゃいましょう、インコースに。もうインコース、インコース低めはあんま投げない方がいいかな。うん、もう内角にズバズバ投げて、たまに外角なんかに投げちゃったりして、いいかなと思います。はい、こうなりますよね、こうなるんすよ。あー、まあ2球続けるのはさすがに良くなかったか。 OKOKOK で右バッターが来たと。さあ外角低め投げていきましょう。はい、おもろすぎるこれ、やばい。でチェンジアップなんか投げちゃいましょうか。どうすかこれ、やばいっすよね、もうね。あー、やってるわ、本当にやってるわ、ヒロダル。はい、とまあ程よく、コールドしないぐらいは点取ってきました。じゃああとはねここ、みんなにまた、広だる見せて、終わろうかなと思います。まあね、これやる人増えたら、なんか結構害悪と思うんすけどね。ちょっとね、まあもう真似するか真似しないかはもう皆さんにお任せします。もうね、楽しいっすよ、めちゃくちゃ。やっぱね、やっぱもうダルさんのツーシーム A で大ピンチで、変化量マックスじゃないですか。やっぱそれがどうしても頭にあるんですよね。ごめんなさい、本当にね、もう笑いが止まんないです。これ別お相手をバカにしてるとかそういうことじゃなくて、なんでここまで刺さるんやろっていうぐらいクソおもろいんすよ。まあね、ちょっとね皆さんもね、時間がある方、もう暇な方ぜひ真似してください。クソしょうもないです。